皆様、おはようございます。A 列車で行こう、始まる観光計画の情報が、続々出てきていますね。A 列車で行こう、始まる観光計画は、2021年3月12日に発売予定です。この動画では、1月16日までの情報をまとめさせていただき、コメントを入れていきます。自己紹介が遅れました。キズナあかりです。私が、この動画の進行をしますので、よろしくお願いいたします。まず、最初にお伝えすることは、アートディンク公式さんが、連日情報を公開してくださっていることです。1月8日から、連日情報が公開され、あまりの情報量に圧倒されている方も多いのではないかと思います。と、この動画を作っている今も情報が更新されていると思いますので、私も気が気ではありません。ですが、こちらも負けていられません。ここからは、1月8日からの情報を整理、カテゴライズして紹介していきます。去る1月13日、ついに、観光要素についての情報解禁がありました。重要な点は、都市の外から観光地に観光客を呼ぶことができるというものです。各観光地の観光客数や、街全体の観光客数など、それらを、シナリオのクリア条件に組み込むことができるということですね。ああ、松島さんかわいい。さらに、面白いのはこちら、観光ルートです。南の大都市込みだから、観光地のお城までの移動ルートを設定することが可能です。移動ルートには、鉄道、バス、フェリーなどが設定できるようです。今のところ言及されていませんが、外部接続ルートということから、おそらく、空港、新幹線も可能でしょう。電車の乗り換えをしてくれるのかどうか、徒歩でどれくらい行けるのかとか、この観光費を置きまくれば、どこまでも徒歩で行けるんじゃないかな、とか、疑問点も多いですが。観光案内シミュレーションは、業界初の試みのジャンルなのではないかとも思われます。とても気になります。とにかく楽しみな機能です。続いての新要素はフェリーです。A 級系でも旅客港を置けば、旅客船の運航は可能ですが、ルートは指定できませんよね。ところが、今回はルート指定が可能です。東西南北の都市との接続や、マップ内に置いたフェリー港の間での運航も可能とのこと。これは嬉しいですよ。宮島フェリーや伊勢湾フェリー、タコフェリーなんかを作ることができるかもしれません。ここからは、重大な仕様変更です。まずは、資材クエストです。資材は今までと違って、持って行ったら、その分だけ買い取ってくれるものではなくなり、周辺の町と契約を結んで売買するという仕組みになるようです。新たに追加される貨物町なども使って、考えてやらないといけなさそうです。これについては、今までと同様の金策ができなくなるということで、いろんな意見が出てざわざわしています。これまでも、リザヤを心配する必要はありましたが、難易度は上がるのではないかと思われます。バス路線が指定しやすくなりました。交差点を選択して経路を決めるのではなく、経由地点を指定する方式になります。だいぶやりやすくなるのではないでしょうか？本作では、1分単位での停車が可能になりました。また、地点間の距離もわかるようです。天然の桜の木を残す方法として、緑地保護ができるようになりました。秘書交換所の正体についても、判明しました。結婚機能ではなかったようです。しかし、シナリオパラメータで作り込みができるなら、結婚シナリオは作れるはず。これは頑張るしかないですね。結婚は作れる。これが今作のキーワードです。また、西暦上限という機能もあるようです。これを設定すると、車両や建物の時代が、その時代で止まるようです。ということは、国鉄時代や、無煙化までで止めた状態のシナリオを作れるということですね。高層ビルなんかは、
時代によって後から作れるようになりますが、この機能のおかげで、程よく田舎みたいな街並みの制御がしやすいかもしれません。また、ボーナス設計図は、技術供与みたいなものですね。本作でのマップサイズも判明、4段階で調節することができ、最大で320マス四方となります。といったところですね。昨日も驚きました。まさかドアまで開くとは。本当にどこまでやってくれるかわからなくなってきました。発売が恐ろしいです。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。いつものお願いになりますが、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。